見事本部が入居するテムズハウステムズハウス正門保安局はイギリスの国内治安維持に責任を有する情報機関である。見事して知られている。本部はロンドンシティオブウェストミンスターミルバンク11番テムズハウス。内務大臣の管轄下にあるが内務省との組織上のつながりはない。また、司法警察権を許さない。 純粋の情報機関として設立された経緯から、スパイやテロリストの逮捕は、ロンドン警視庁が担当する。日本における、類似機関として、公安調査庁が挙げられることがある。なお、ミゴに対して、ミロクの通称で知られているのは秘密情報部であり、国外の政治、経済及びその他秘密情報の収集、情報工作を任務としている。ドイツ、アメリカ合衆国。 プロスに連絡幹部を配置している1909年に戦争省の外局として、秘密業務局が設立された。これは、現在の保安局と秘密情報部療法の機能を持つ、ものであったが国内化と外国化に分けられており、保安局はこのうちの前者に当たる。1914年に第一次世界大戦が始まると、戦争省本体に吸収、作戦部参加に置かれたが、 1916年には新規に誕生した軍事情報総局へと移管された。この最大五課という加盟が与えられたことが、ミゴという略称につながっている。その後、1929年に国防保安局、1931年に保安局と、それぞれ解消されているが、ミゴの略称は公式サイトの URL にもなるなど、根強く残っている。 2009年10月5日、創設100年に合わせて公認歴史書が出版された。小説や映画とは異なり、歴史的に見ゴはアイルランドでは活動しておらず、IRA 対策はスコットランドヤードと現地警察の対テロ部署が行っていた。しかしながら、冷戦終結とともにテロ対策が見ゴの重要な任務となった。1992年10月、 F ブランチと K ブランチから T ブランチが創設され、IRA 対策はミゴが主観することとなった。2003年6月、国際テロの脅威の分析と評価のために、統合テロリズム分析センターが創設された。センターの定員は100人であり、そのうち30人がミゴ職員である。j t a 所長は、 ミゴ長官に従属するが、11省庁の職員が働く独立機構として活動している。ジイタックはミゴのティーブランチと密接に協力している。ジイタックはアメリカの国家テロ対策センター、オーストラリアの国家脅威評価センター、カナダの統合脅威評価センター、ニュージーランドの統合脅威評価グループと共に対テロネットワークを構成している。 フふー,ーアーミゴウェブサイト2010年6月10日閲覧、外国の主な情報、団体規制機関の所属組織等首相官邸、イギリス情報局保安部ブリタニカ国際大百科、辞典、ことバンク、2017年10月15日閲覧。アフプブニュース、エイミゴ創設から100年、スパイシアカス公認歴史書、出版2009年10月8日ミゴボスウォンズ。 オブテクノロジーテラーリスコーブビシ2015年9月17日。ありがとうございます。